うん、はいはい、巨人純粋やっております、高知でございます。ということでいきましょう。菅野投手、戸郷投手、山崎伊織投手、能力アップ見ていきたいと思います。はい、ということでですね、能力が上がりました。この3投手をね見ていきたいんですけども、とその前にですね、前回行われましたチーム魂のね、結果を皆さんとねちょっと見せていきたいなと、見ていきたいなと思います。私の前回のチーム魂の順位はこちらになりました。どうぞさらっといっちゃいます。1147位、34勝9敗、0等7478ということでですね、またしてもねリボンを取ることはできなかったんですけども、まあ、ちょっとね繊維切ってからはね、そこからちょっとやっぱ力んだのか少しもたもたしてしまったというのとですね、あとは何よりもね、言い訳になってしまうんですけども、時間がなくてやり込めませんでした。うーん、ということでね、なかなかね、あと5試合もしくは10試合あれば、まあリボン圏内まで持っていけたんじゃないのかなと、それぐらいの手応えがあったんでね、まあちょっと悔しい結果にはなってしまったんですけども、また切り替えてね、次のリボンを目指して、次こそは取るぞという気持ちでね頑張っていきたいなと思いますので、皆さんもね今後ともプロスピを一緒に楽しんでいきましょう。応援してくれた方々どうもありがとうございました。はい、ということでね、こっからは能力をですね見ていきたいわけなんですけども、じゃあまずはですね菅野投手いこうかな。はい、菅野投手私立登場しております。制球が82の A、 スタミナ81の A、 球威が 78B ということで、称号でオール A、 まだいける能力となっております。で、球種なんですけども、ストレート、スライダー、パワーカー、スタテスラ、シュート、ワンシームカットボール、スローボール、フォークは変わらないんですけども、はい、ここにですね尻上がりからタイピンチつきました。なのでねプラス1変化量が加算されるということで、これは実質能力アップでしょうということで、もしねタイピンが発動した際には、スライダーが6、パワカが4、縦差5、シュート3、カットボール5のスローカ4、フォーク5ということで、ワンシームも C になるのかなということで、まあそうですね、まあスライダーが6になるのが嬉しいっていうのと、あとパワーカもね、4、BD の4ぐらいあったら嬉しいなってずっと思ってたんで、3だとね、ちょっとね、反応で間に合っちゃう感じがあるんですけども、4ぐらいあれば結構パワーカも強くなってくるなと思ってたんで、これも嬉しいなと思います。で、あと縦スラとフォークも5というところで、まあこれはね、結構当たったらね、もしゲットできたら、継承はしないけど2体持ちして、極みにしてちょっと使ってみて、今持ってる菅野と、比べてみようかなと思っております。非常に楽しみですね。なんでその際は、リアタイとかでね、やってみて、強さを検証してみたいと思っております。どこかで取れるといいですね。でも菅野投手の、とりあえずタイピンチついたのはナイスでございました。続いて2人目、山崎伊織投手いきましょう。山崎投手はですね、ちょっと A ランクすらまだ出てないので、B ランクで見ていきたいと思います。S ランクに換算した時にプラス15になるので、球威が73、制球77、スタミナ60じゃない74で出るかなと予想されております。なので制球が称号で A に乗るといった能力になっております。投手適性が先発で、中継ぎも一応いけるんですね、 F、 まあこれは大きいですね。中継ぎでもいけるよというところは、純正にとってはね、メンバーによっては中継ぎにしてもいいですし、これは大きいかなと思います。球種がカットボール、フォーク、サークルチェンジ、高速、シュート、ツーシーム、C、スライダー、縦スラということで、このツーシームがですね D から一応 C に上がっております。うん、なんで、で特殊能力が、シリーズ1の S ランクだとタイピンチついてたので、まあおそらく今回もね、タイピンチはつくんじゃないかなと予想してます。超コントロール、タイピンチ、もう一つ何かになるんじゃないかなと思っておりますので、まあもしタイピンチついた場合は、カットボールが5、フォーク5、サークル2、高速シュート3、ツーシーム B、スライダー5、
縦すら3になるということで、まあツーシームはねやっぱり大きく動くに越したことはないということで、まあ、結構ね B まで上がってくるのは強いんじゃないかなと。でこのスラカットね、うん、大会はねほんとスラカット強いん であとフォークも5あるということで、なかなか面白い投手になってくるなと思うんで、そろそろ山崎投手は僕もね早く欲しいなと思っております。で一応ね山崎投手今後もねこの活躍でいけば来年以降もちょっとずつ上がってくると思うので、まあどこまで能力をね上げてくれるのかなというのは非常に純粋にとっては楽しみにしている選手なので、皆さんもね応援していきましょう。そしてラスト戸郷選手でございます。戸郷選手 A ランク出ましたね。 S ランクはまだ出ていないので A ランクで見ていきましょう。 A ランクはですねこっちからプラス10されますので、球威が77、制球74、スタミナ80の A ということで、まあ称号でね球威と制球同値、まあ同値にしてもねスタミナが80なんであんまり意味はないんですけども、まあ球威がね A に乗るかなと、ちょうど80の A に乗せられるよといったところになっております。制球も結構ねちょっとずつ上がってきております。で投手適性が先発で、ストレート、カットボール、 D カーブ、フォーク、ツーシーム、縦スラということで、こちらもですねツーシームが E から D に上がっております。ちょっとずつツーシームの変化もね F になって E になって D まで来たというところで上がってきてますので、うん、あとはね球種の変更もね来年以降どうなるかなといったところで楽しみになってきてるわけなんですけども、で僕個人的になんですけども、ここね特殊能力いよいよ脱三振症かタイピンチつくんじゃないかなと思っております。うん、というのもですね特殊能力一番上にキレが来ておりますね。前回のね東郷選手は見てみると、一番上脱三振なんですよね。そうなんで脱三振症が実装されてから初めて、キレになったんですよね。脱三振ではなくなったということで、まあこれはねいよいよ脱三振症もしくはタイピンチの前触れなんじゃないのかなと。なんで S ランクもなかなか出ないんじゃないかなと思っております。なんで今後ね山崎伊織投手と戸郷選手がね S ランクまあ出てくると思うので、最後ら辺に取ってるのはそういうことなんじゃないのかなと思ってるので、もしねじゃあもしタイピンチもしくは脱三振症追加されたとしましょう。そしたらカットボールが5、 D カーブ5、フォーク6、縦スラ6にツーシームが C になるということなんで、これはね結構やっぱね面白くなってくると思うんですよね。うん、なんでねシリーズ2の戸郷投手はこれから目が離せないんじゃないかなと。個人的にはね第2第3のこの特殊能力ちょっと怪しいなと、いやそろそろ来たなこれと思ってます。皆さんはいかが戸郷選手思っておりますでしょうか。今後の登場にね期待して見守っていきましょう。はい、ということでね今回は3投手見てまいりました。いやもう早いもんでね12月ももう終わり、今年も終わりますね。うん、で最後にね OB 第3弾も近々来るとは思うんだね、思うんだね。でねまあ個人的にはねそろそろ投手欲しいなと、もう打者より投手が欲しいなと思ってるんでね、新しい選手どころで言えば高橋久典投手とかね、そこら辺も来てくれたら面白いなーなんて思っております。みんなはねどんな人が来たら嬉しいかね、コメント欄で教えてくれると嬉しいよ。ということで今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。せーの、シュタイキャー。